スモールさんインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオです。スモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家とともに学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、桜井宏明の人話。皆さんこんにちは。株式会社ストラテジック代表取締役桜井宏明です。この番組は中小企業サポートネットワークスモールさんで組織変革プロデューサーを務める私桜井宏明が人に関するあれこれを発信していきます。そしてアシスタントは、こんにちは、浦田椎香です。ということで浦田さん、今月もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、菅野さんが、今月もお休みということで、椎ちゃんこと浦田さんに、ね、ご登壇いただきまして、早い2回目でした。ねえ、こんなに早く2回目が来るとは。はい。もう隔月でぜひご登壇いただきたいと思いますんで。そうですね。ぜひお呼びいただければと思います。ね、聞いた方からもね、好評ですので。あ、本当ですか。うん、あとゲストの方もすごい喋りやすかったって言って。それはとっても嬉しいですね。ありがとうございます。ということで、さまざまな分野のね、専門家とか経営者の方をお迎えしてお話を伺っております。人話。早速。今月のゲストのご紹介をお願いいたします。はい、株式会社コリッサ代表取締役社長の伊藤理恵さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そういう意味ではしーちゃん、今日はね、大活躍してもらわなきゃいけなくて、このコリッサ の伊藤さんはですね、ちょっと今緊張されてるということで朝からなんかご飯が喉を通らないって言っておりましたけど、さっきなんかもりもりなんかいろんな何パンをね召し上がってましたけども急に元気出てきたようでよかったですけども。頑張りますでもあれですよね、伊藤さんはこういうラジオというか DJ の業界には結構前から詳しいという経歴を私はお聞きしたんですけども、うん、はい、現場は慣れてるんですよね。現場は慣れております。うん、でもお話ししたことはございませんので、うん、いつも見ている立場でしたので、うんうん、緊張しておりますということでぶりっこしておりますけども、いろいろね、掘り葉掘りね聞いていきたいというふうに思います。で、ね、コリッサという会社はね、しーちゃんね、はい、変わっていて、はい、いわゆるなんていうの、就活なんだけど就職活動の就活じゃないんですよね。はい、終わる活動と書いて就活になります。うん、もう今もうこの就活っていう言葉はね、うん、一般的に10年ぐらい、はい、もう10年ぐらい前からもう徐々に根付いて、うん、そろそろ飽きられる頃かなと思ってるんですけどなんかね、終わる活動と書くものですから、うん、結構ネガティブに受け取られる方が大勢いらっしゃるんですが、うん、実はエンディングをより良いものにするために、うん、いろんなことを考えていきましょうという、そういうことですね。はい、そうです。でそれから、まあ、人生そのものがこう元気になるように、うん、はい、そういうことをサポートする会社。そうです。非常にね、興味深いのことをね、やめてるところですので、いろいろと行きますよ。はい、緊張してる場合じゃないですよ、はい、だんだん座ってまいります。よしよしよし。ということで今日のテーマは、就活をサポートする会社、人生のエンディングをエキサイティングに、ということで進めていきます。それでは一旦 CM です。発明など知的創作活動の多くは実は中小企業によるものです。そんな中小企業の知的財産を企業と共に守りたい。日本経済の担い手、技術立国の立役者、ひたむきにメイドインジャパンを支える中小企業を私たちは心から応援します。パワーオブイマジネーション、方針国際特許事務所。桜井宏明の人話。はい、ということで改めてご紹介いたします。株式会社コリッサ代表取締役社長の伊藤理恵さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで今日のテーマは、就活をサポートする会社、人生のエンディングをエキサイティングに、ということで進めていきたいと思いますので、まずはそのコリッサという会社、はい、就活ということはやってるっていうのはお聞きしたんですけど、はい、他にもあとなんか2つの柱があるというふうにお聞きしてるんですけど。そうですね、
はい、生き生きと輝く人生を歩んでいただくために、うん、これは美しい活動と書いて美活、うん、あとはですね、今のこの世の中、うん、お母様お父様と一緒に暮らさない方大勢いらっしゃると思うんですけれども、うん、親子のご縁をつないでいきたいなと思っております。こちらはご縁の縁と書いて縁活、うん、就活と美活と縁活の3本の柱をコンセプトにして、活動しております。いいですね、うん、すごいコンセプトですね。はいね、はい、スモールさん、ね、あの立教大学の山口教授も、はい、中小企業をサポートしてるんですけども、はい、やっぱり自らこう学んでいく、はい、学活みたいなこと、はい、それから人を生かすっていう人活みたいな、はい、そういう学活人活みたいなことを目指してるんで、はい、なんか波長が合う感じかもしれないですよ。そういう本当に、ええ、そんな目、ま、丸くしないでおいということで、コリスさんの話を、ね、聞いていきたいんですけども、はい、今あれですよ、一番の主力の授業というところでいくと、はい、ヒストリーという、はい、雑誌風のものを作成されているということで、はい、このヒストリーについてちょっと教えていただけますかね。はい、ヒストリーという、その名もズバリ、歴史、うん、その人その人のご自身の歩まれてきた軌跡を、うん、記事と写真で構成した雑誌を作っております、うん、おー、分かる、これしーちゃんイメージできます。そうですね、昔小学校の夏休みの宿題で伝記を読む、うん、偉人の伝記を読むって、あれ文字ばっかりだったんで、うん、まあ、正直最後のところか、まあ誰かからこう話を聞いて、うん、それをまあ感想文に適当に書くことをよくやっていたんですけれども、ええ、でも今、お写真ですとか雑誌形式のものになるんですかね。はい、そうですね、生まれ育った背景とか、うん、学生時代のこと、あとお仕事への思いとか、うん、まあ、企業や事業を継承される方への、うん、思い、それをインタビューの形式で、うん、記事を作ります、うんうん、それとプロのカメラマンが現在お仕事している姿を、はい、撮らせていただいて、うん、その写真を使って雑誌を作っていきます。おー、だからしーちゃんがイメージするのは電気みたいな、ああいうちょっと堅苦しいものじゃなくて、うん、イメージちょっとかっこいい感じですか、うん、そうですね、うん、そうですね、分かりやすく年表を作ったりとか、うん、あとご自身の幼い頃からのお写真を、まあ、見ていただきながら文章を読んでいただくと、うん、なんとなくイメージできるかなと思います、うん、はい、これはあれですか、どんな方が実際よし、じゃあそういうの作ってみようかなみたいに思う、うん、ターゲットというか、そうですね、対象は中小企業の社長さんであったりとか、あと家業を継がれてる方、うん、例えばまあお料理屋さんでもいいですよね、うんうん、だったりとか、あと伝統文化、日本の伝統文化を継承されている方、はい、今も生き生きとお仕事をされている方にぜひ作っていただきたいなと思っております。なるほど、さっき見本の、ね、雑誌見出していただいたんですけども、はい、うんうん、僕ら世代には本当にもうカリスマ的存在 の、うん、ボートハウスをね立ち上げられた下山さんが、はい、出てらっしゃったんですけども、はい、かっこいいですよね、本当に今年70歳になられるんですけれども、本当に今も夢がたくさんおありになって、うん、でもうお洋服が大好きで、うん、バンというメーカー皆さんご存知だと思うんですけれども、はい、バンに憧れられて、うん、本当に自分の好きなことをお仕事にされてる、もうキラキラキラクリア輝いた笑顔の、うん、おじいちゃまって言っちゃ申し訳ないんですけれども、うんうん、本当に素敵な男性です。ですよね。はい、まあいった方をまあモチーフにして、はい、サンプルも作られて、はい、でもう自分も、ね、僕自身もあこんなのあったらいいななんて思ったし、うん、はい、やっぱり仕事柄結構過去年表未来年表みたいなのを作りましょうよみたいなのは結構、はい、プログラムでやったりするんですよ、うん、実際、でこれやっぱりね自分の人生を一回集大成出すっていうのは、うん、そうですね、いいですよね、はい、未来へつなげるためのね、うん、とっても大事な時間だと思うんです、うん、なるほど、はい、エンディングノートっていうのがあるって、うん、これ僕実は
今回初めて知って知らなかったんですよ。それあのさっきのね下打ち合わせで実は、うん、あの浦田さんと伊藤さんから聞いてあエンディングノートってあるんだって聞いてしーちゃんこれどういうやつなんですかエンディングノート。エンディングノートですか。でも私から説明するとはなんかおこがましいんですけど、うんうん、簡単に言うと簡単に言うと軽い遺言書みたいな私はイメージを持っていますね、まあ、あの最初のところで、自分のまあ軽い年表だったりとかやってきたことっていうのは書くんですけれども、うん、どちらかというと残された方々がどうその方を扱うのかというかあとまあ遺産だったりとか相続の話だったりっていうのを書くのでどちらかというと少し後ろ向きなイメージの方が私はちょっと持ちやすいですかね。これ伊藤さん、うん、実際はどうなんですか。そうですね実際はね、うん、こう終わりに向かっていくっていうよりは、うん、あの遺言書っていうのは、うん、これ厚生役場で作るものですけれども、財産はそちらの方に、皆さん、書き記していただいて、遺言書に書けないこと、うん、まあ細かいことで言えば、保険に何が入ってたとかこの暗証番号は何だとか、うんあのお父さんだけが残された時にどこに何があるそういうことまで含めてご自身しか分からないこと、うんうん、それをきちんとあのエンディングノートに記して残しておくことで残された人が困らない、はい、で先ほどあのしーちゃんがおっしゃってたように、うん、あのまずは自分が生まれてからの、まあ、ヒストリーと被るところがあるんですけれども、うんうん、生まれてからのことを思い出しながら今日までの人生を振り返っていただく、うん、で今現在があってここからの未来ですよね。いつ何があるかわからないです人間、うん、本当に一歩外に出たらあの階段から落ちちゃうかもしれないし、うん、ネガティブなことを考えたらキリがないんですけれども、うん、でもいざっていう時に備えてやはりエンディングノートに、うん、例えば急に明日自分が倒れてしまったら、うん、その時のことをまああのどうしたいのか自分の意思をきちんと書いておいていただくことで、うんうん、あの家族が本当に困らないです、うん、ぜひねこれ書いていただきたいんですけれども、うんうんうんまあ、エンディングノートを書いてらっしゃるのは、まあ、95% 女性の方。あ、そうなんですか。そうなんです、男性はね、うん、あの遺言書を作成すれば、うんうんもうそれでいいとそう思われてます。財産だけ。そうです、あっさりそに、まあ、意外とお家のことをねいろいろ管理されてるのはあの奥様女性の方だと思いますので、うんまあ、そういう部分で女性は、まあ、今自分がいなくなってパパだけ残されたらとか、うん、お子さんだけ残されたらっていうすごく心配な気持ちがありますけど多分ねあの男性の方は俺が死んだらまあどうにかなるだろうと、うん、別にあの時が解決するって皆さんそうおっしゃるんですよ、うん、本当に。だから本当はねエンディングノートを男性にも書いていただくことをお勧めしてるんですけれども、うん、あとはねご家族への思いだったりとか、うん、今まで言えなかったことってきっとたくさんあると思うんですけれども、うん、そういう思いを記されておくとすごくねあの残されたご家族も温かい気持ちになるんじゃないかなと思うんですけれども、うん、じゃあエンディングノートやっぱり書いた方がそれはいいと思います。で書いた上でヒストリーとの差っていうのはどんなところが違うんですか、うん、それはですね、うん、女性の場合は、うんまあ、お家の中で、まあ、人生を送られてる方が大半だと思うんですけれども、うん、あの男性はやっぱり社会に出て、うん戦って、うん、ご自身で、仕事をされて、うん今があると思うんですけれどもそこの部分でやはり、まあ、男性の方はエンディングノートではなくて、うん、自叙伝的なものを残したいという、うん、そういう習性があるようでしてね、いろんなもう本当に会社を設立して1年間で、うん、いろんなシニア世代の方にお会いしてお話を伺ってるんですけれども、はい、本当に半分ぐらいの方が、まあ、事業をおやりになっている方の半分ぐらいが、うん、何かしらの形で自助伝的なものを残されているというのが、うんまあ、現実ですね。でもやっぱりね、うん、自分で書くのはちょっと気恥ずかしいなとか、うん、もう執筆するのも面倒くさいなっておっしゃる方もいらっしゃるんでね、うんうん、そういう方のためにお力添えができたらいいなと思って、ね、はい、なんか私の履歴書みたいなねああいう固い記事みたいなのも、ね、やっても、うん、
あれだし、あんな別に偉くないしみたいなそうですね、うん、もうちょっとポップに明るく、うんね、なんか販売促進ツールにもなるようなものができたらいいなっていう感じ、うん、そうですね、そういうイメージですよね、はい、ヒストリーもね、そうですね、あのご自身の歴史に、うん、まあ、会社 あの歴史を重ねていただいて、はい、あの例えば社員の方、社員のご家族の方、うん、あの取引先の方にお配りすることで、うん、あ、こういう会社にね、うちの息子、私の旦那さん勤めてるんだなとか、うん、まあ、取引先の方も、あ、こういう立派な会社だったんだっていうこと、うん、あのよく理解していただけると思うし、うん、あの会社の魅力を存分に知っていただけると思います、うん、いいですね、はい、会社のやっぱりパンフレット、商品のね、あのことしか書いてなかったりするけど、はい、そのやっぱり創業者の思いとか、うん、事業をね承継した人の思いとか、そういったものがね、横顔が映ってると、うん、そうですね、深みが増しますもんね、親近感も湧きますしね、うん、そうですね、やっぱりあの親近感っていう、うん、今しーちゃんがおっしゃった通り、うん、親近感が本当に持たれると思うんです、うん、でやっぱり会社の社長さん、よくあのホームページやなんかで代表ご挨拶っていう形で、うん、まあ、堅苦しい文章書いてらっしゃいますけれども、うん、それを噛み砕いて、うん、あと会社の遠隔っていうのも難しい言葉をずらずら並べてありますけど、それもどんな形でこういうふうになったのか、あのそういうのをまあ楽しく知っていただけるツールにしていただけたらなと思っております。これ興味持ったらどれぐらいの期間と費用でできたりするんですか、うん、そうですね、お申し込みいただいてから2ヶ月ぐらい、まあ、あの内容にもよりますけれども、うんうん、2、3ヶ月でお手元にお届けしたいなと思っております。素晴らしい、はい、で気になる料金の方はホームページの方に、はい、一応50万円から作成させていただいております。なるほど、はい、あとはあの内容にもよりますので、うん、あのホームページの方からお問い合わせいただければなと思います。なるほど、じゃあ、はい、ニーズとご要望に応じてそのあたりは、うん、はい、いろいろとで、はい、ホームページにもいろいろなんかオプションが、ね、うん、載ってたりとかするんで、はい、そういうのも、ご要望に応じてということで、はい、もうあのきちんとご要望に応じたものをあの作らせていただきますので。なるほど、はい、そして心を込めて、うん、作っていただけると、はい、そして、CM 一回挟みますけども、 CM の後はね、気になるイベントをなんかあの計画されているということで、そうですね、この話もちょっとね耳寄り情報ですのでね、楽しみにしたいと思います。はい、いよいよ本題に入ってまいりましたが、ここで一旦お知らせです。第一勧業信用組合は都内全域に26拠点を配し、地元の皆様から関心の愛称で親しまれています。地域との触れ合いを大切にし、皆様の幸せに貢献いたします。これが第一関心の経営理念です。中小企業オーナーの皆様、企業創業を目指す若者、女性経営者の皆様、どうぞ気軽に支店をお尋ねください。共に未来を語りましょう。関心で安心を。桜井弘明の人人話。それでは番組後半もゲストの伊藤さんにお話を伺ってまいりましょう。はい、ということで今日は就活サポートする会社、人生のエンディングをエキサイティングにというテーマでお送りしておりますけども、先ほど申し上げた通りすごいなんかイベントを企画されているということで、はい、名前がときめきコレクションということなんですけども、はい、これちょっと概要を教えていただけますか。はい、2017年の10月15日の日曜日に、うん、二子玉川にありますイッツコムスタジオ&ホールにて、うん、世界文化社の家庭画報の別冊、うん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 、ときめきさん主催のときめきコレクションという、うん、まあ、シニア向けのファッションショーを開催いたします。おお、これもじゃあ本当にじゃあシニア向けなんですね。そうですね、うん、本当はね、うん、車椅子に乗ってる方でもから、ね、お体が不自由だったりしても、うん、息子さんが手引いたりして出演してくださったら素敵だななんて思っておりますけれども、うんうんうん、はい、なるほど。でその「ときめき」っていう雑誌が、ええ、これも私はちらっとしか見たことなくて、うん、すいません。とんでもないです。あんまりよくね雑誌コーナーちゃんと見てなかったんですけど、これもシニア向けのもう、はい、うん、
そうですね、あの家庭画報さんという、まあ、昔から多分女性の方は皆さんご存知じゃないかなと思うんですけれども、はい、家庭画報さんが夢の雑誌だとすると、うん、まあ、別冊のときめきさんは、実用書的な、もうお墓のことから介護のこと、うん、没婚だったりとか、うん、もう本当に今皆さんがまさに、お亡くなりになられた後に離婚するとか、はい、ああ、はい、そうです。お亡くなりになられてなんで離婚するの？お墓を別にするすると、ああ、なるほど、うん、そういうこともあるんですね、はい、そうですね、なるほど、はい、そういうことをね、うん、特集されてる雑誌なんです。だまさにもう本当に今皆様が困ってることを解決してくれるような雑誌になっております。なるほど、はい、でご縁あって伊藤さんがそういう企画をやることに、うん、はい、そうですね、あの実は私の母今年81歳なんですけれども、まあ元気です、うんうん、もうハイヒールを履いて背筋を伸ばして重い荷物を持って毎日で歩いてます、うん、多分あの桜井さんのお母様に少し似てるところがあります。うちの母も昭和9年ですんで、はい、ねえ、とっても素敵なお母様でいらして、あのそういう桜井さんのお母様みたいな方にね、あのもっともっと輝ける場所を提供したいなっていうことと、うん、あとはもう年齢重ねたりしてもおしゃれは諦めずにね、あの楽しんでほしいなっていう思いが ありまして、うん、で、今回の企画をいたしました、うん、なるほど、はい、で実際のプログラムはどんなプログラム、うん、はい、プロのねモデルさんたちのファッションショーもあります、うん、でゲストにわはは本舗の柴田理恵さん、うん、それから NHK の連続ドラマ小説べっぴんさん出てらっしゃる松下優也さん、うん、このお二人のトークショーを挟んで第2部にいよいよ、応募いただいたモデルさんたち、一般のモデルさんたちにランウェイ歩いていただくことになります。へ、これは年齢は問わずそうですね、うん、まあ、65歳以上というふうには思っていたんですけれども、まあ、年齢問わずでご子息が、うん、エスコートしてランウェイ歩いていただいたり、ご主人と2人で仲良くねランウェイ歩いていただいたり、あとは親子、はい、それから3代で、うん、お孫ちゃんとお嬢さんとご自身でと、もうそういう組み合わせでもう仲良くランウェイ歩いていただきたいなと思っております。おー、いいですね。いいですね、いい思い出になりますよね、はい、もう本当にね、うん、キラキラと輝いてね、その姿をやっぱり残しておく、うん、もう多分ご自身が一番それ脳裏に焼き付いて、もうあれアドあれアドレナリン、うん、が出まくって、もう若返って元気になるんじゃないかなと思っております、うん、これ素人の人がねランウェイを歩くのって結構大変そうなんですけど、うん、どうなんですかそれは。それがですね、うんうん、まあ、参加費を払っていただきます、うん、でその参加費の中には、ウォーキングレッスン、それからフィッティングのお時間が含まれております、はい、プラス、プロのヘアメイクさんがいい、ね、ついて、それとランウェイを歩いてる姿をお写真撮らせていただいて、うん、プレゼントしたいなと思っております。あ、いいですね、はい、それはね、はい、やっぱり化粧というかヘアメイクとかもちゃんとしてもらって ね、やりたいですもんね。そうですね、うん、でまたファッションショー当日まで、うん、ウキウキした気持ちでパックしたりとか、うん、ね、歩く姿勢を気をつけたりとか、うん、そういうワクワク感、うん、ダイエットしてみたりとか、そういうのを持ってもらいたいなと思っております。そういう洋服は自分で、お洋服もね、うん、アパレルブランドさんにご協賛いただいて、うん、プロの方が着ているものと同じものを着て、うん、だからフィッティングがあるんですけれども。なるほど、はい、じゃあそのフィッティングルームにいろんな衣装があるやつを選べばいいんですか、うん、はい、選べるんですか。そうですね、まあ、体型がございますので、うんうんうん、まあ、体型に合ったお洋服をこちらでちょっとチョイスして、うん、なるほど、はいはい、お似合いになるものを、うんうん、選ばせていただきます。あ、いいですね、うん、普段自分が着ないようなやつを着ることになるから確かにチャレンジすることができますもんね。そうですね、逆にいいね、はい、自分で選ぶと結構保守的な、わかります、いつも同じようなのばっかり選んじゃうんですよねそうですね、あとご自身で用意するとなるとね、うん、また自分のやっぱり趣味で
着られますから、うん、こちらで選んで、うん、お似合いになるお洋服着ていただいてランウェイ歩いていただきます。じゃあ本当にファッションモデルの感覚じゃん、うん、自分で選んだ洋服じゃないから、うん、本当に着てほしい、着てほしいんですよっていうのを着るんだじゃん、うん、そこのブランドのファッションモデルとしてランウェイ歩いていただくことになります、うん、いいじゃないですかこの企画、素敵でしょ、素敵素敵、はい、これなんだろうね、観客も、はい、いるわけですよね。これ観客はどういう人だったり、はい、そうですね、どういう人に来てほしいんですかね。観客の方、もう、150名募集、雑誌の方で応募できるようになってるんですけれども、うんうん、出演されてる方の、まあ、ご家族はもちろんのこと、まあ、お友達だったり、うんうん、今回出たいけどまだそんな勇気がないわっておっしゃる方、うん、ぜひ見に来ていただきたいなと思っております。やっぱりね、同じ世代の人がこうキラキラ輝いている姿を見るっていうのは、うん、とっても刺激になると思うし、うんね、来年は私も出てみようかななんて思われるんじゃないかなと思って、1年かけてワクワク感を持っていただいて、応募していただけたらいいなと思ってます。なるほど、はい。ってことはあれですか、今おっしゃった来年もってことは来年もあるんですかこのイベント。ずっと続けていきたいと思います。お、すごいですね、はい、ドヤ顔ですね今皆様のお力をお借りして。そうですよね、はい、これモデルだったり、はい、見に行ったりとかっていうのは、はい、料金発生するってことですか。おいくらであるんですか、はい、モデルさんで出演していただく方は3万円の参加費、あと観覧していただく方はチケット2000円になります。なるほど、はい、これは申し込みはどちらで。はい、弊社のホームページ、ホームページから経由して、はい、はい、お問い合わせからいただければ。はい、なるほど、はい、いいですね、ありがとうございます。すごいキラキラした感じのイベントになりそうです ね、はい、ね、もうぜひお二人も、うん、お母様をお連れになって見に来ていただきたいなと思います、ね、もう一回日にち教えてもらえますか。はい、はい、2017年10月15日の日曜日になります、うん、場所は双子玉川ライズ、いつこむスタジオ&ホールです。なるほど、ありがとうございます、はい、でこれあれですよね、皆さんのご協力でってちらっとねおっしゃったんで、はい、協賛企業も当然募集中ということで、うん、はい、大募集中です、うん、やっぱりこの企画にね賛同してくださる方、でシニアマーケットをターゲットにしている商品とかをお取り、サービスとか商品をお取り扱いしている企業の方にぜひ、うん、協賛いただきたいななんて。ありますよね、はい、ときめきさんへの雑誌のタイアップから、うん、タイアップ記事の掲載から、うんうん、ブースの出展、当日のブースもあるんですか、はい、当日は、はい、ブースも出展する予定でおります、うん、まだ若干の空きがございますおあとサンプリングなどね、さまざまなプランをご用意しておりますので、うん、本当に手を挙げていただけたら嬉しいなと思っております。いいですね、はい、スモルさんのメンバーはやっぱ、ね、経営者の方多いですし、はい、シニアに対してね、いろいろサポートしている会社も多いですから、うん、はい、お聞きの方で興味をお持ちの方はぜひぜひ株式会社コリッサのホームページ、はい、お問い合わせからよろしくお願いしますなんでささやくのまあいいけど、はい、ということで、伊藤さんを、ね、お迎えして楽しく進めていきましょう。全然緊張してないじゃないですか、うん、もうちょっとマイクを前にしたら緊張も吹き飛びましたね。ノリノリでしたね本当に良かったですね。ありがとうございます、本当に今日はありがとうございました。それでは一旦お知らせに入ります。メロワークスは東京、埼玉、神奈川を中心に関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています。全店ドリンクバーが無料でつき、地域最安値を実現。一人カラオケも大歓迎。子育て世代にも優しい特典があります。大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしています。お客様に廉価で楽しい時間と空間を、それがメロワークスのモットーです。
スモールサンは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。桜井弘明のひとひと話。桜井弘明のひとひと話41回目の放送、皆様はいかがだったでしょうか。伊藤さんいかがだったでしょうか。お二人のサポートのおかげで楽しくおしゃべりすることができました。ありがとうございました。ありがとうございました。でも本当に伊藤さんのお話を伺っていて、本当にあのシニア世代の方々が、はい、生き生きとこう生活暮らしができるようにね、うん、本当にしてあの差し上げたいという気持ちがひしひしと、ね、伝わってきて、うん、そうですね、うん、それがすごい良かったですよ、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。これからもぜひあのそのね事業の志を邁進していただければ、はい、我々も応援してます。ありがとうございます。そうですね、そのキラキラしたイベント、さっきのちょっと CM 中に聞いてしまったんですけど、応募締め切りというのがあるそうで、お大事や、15日までにお問い合わせの方をいただければというふうに。さすがしーちゃん。いやすがです。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、ヒストリー作ってくださる方も大募集中です。はい、ヒストリーの方は応募締め切りは特にございませんので、はい、ございません。随時募集中でございます。はい、これからも皆さんに役立つ情報をどんどん提供していきます。私桜井弘明が人に関するあれこれを発信していく人人話、また来月スモールさんのインターネットラジオでお耳にかかりましょう。お相手は株式会社ストラテジック代表取締役桜井弘明と浦田椎香でした。次回のオンエアは9月19日火曜日に配信されますので、お楽しみに。